島根県。島根県は、日本の中国地方の日本海側である、山陰地方の西部をなす県。県庁所在地は、松江市。離島の沖島、竹島なども島根県の領域に含まれる。旧国名は、出雲国、岩見国、沖国であり、現在でも出雲地方、岩見地方、沖地方の三つの地域に区分されることが多い。全国では、 鳥取県に次いで2番目に人口が少ない。島根県の県名は、県庁の置かれた松江城周辺が、旧島根郡、島根郡に属していたことによる。島根の名は、出雲国風土器でのやつか水お水の命、やつか水、お水の飲みことの命名によると伝えれる。なお、松江城下は、松江城が立地する島根郡、大橋川井北、京北東郡。 大橋川以南、京南にまたがる。国土地理院の全国、都道府県市区町村別面積庁によると、島根県の面積は平方キロメートルである。国土地理院地理情報によると、島根県の東西南北それぞれの橋は、以下の位置で、東西の長さは155.45キロメートル、南北の長さは326.52キロメートルで、 県内全域が日本海側気候であるが、日本海側気候の地域としては再生難端にある、ため比較的温和な気候で沿岸部に豪雪地帯はない。しかし年間を通じて湿度が高く、降雨回数も多い。曇り、雨の日が晴れの日より多い。松江市、出雲市など、東部の沿岸部は、西部に比べると、冬季の平均気温が低いものの、 松江市の1月平均気温は、摂氏4.3度と、太平洋側の大都市の京都市や名古屋市と、ほとんど同じで、比較的温暖である。出雲市より、松江市と東へ行くほど雪が多いが、松江市の年降雪量は89センチメートルと、鳥取県の米子市の133センチメートルと、比べると少なくなっている。年に1、2回、 1 5センチメートルから3 0センチメートル程度のまとまった積雪があるものの最低気温が比較的高いこともあり、数日で溶けることがほとんどで、寝雪となった年は非常に少ない。松江市の寝雪は1961年以降で11年、1984年、1977年、1963年の4回のみ。しかしながら、 大陸に近いために数年に一度の猛烈な寒気岩に覆われると沿岸部でも日中の気温が氷点下の真冬日になることもある。夏は熱帯夜も数日あるが山陽地方の沿岸部と比べると暑さは穏やかである。浜田市、大田市、増田市、高知市など県西部の沿岸部においては冬季の気温は比較的高めで1月の平均気温は 約5.0摂氏6.0度と東京都心や大阪市とほとんど同じで温暖である。冬季の降水は雨が多く、積雪しても数センチ程度にとどまることが多く、大雪となることは少ない。梅雨末期に梅雨前線の影響で大雨となることがあり、過去にも山陰豪雨、1983年や2013年の豪雨で被害を受けた地域がある。 夏は熱帯夜も数日あるが、山陽地方の沿岸部と比べると、暑さは穏やかである。内陸部は1月平均気温が0.0摂氏3.0度ほどと、寒さが厳しく、いい南町赤菜、マイナス13.5度、2012年2月19日、八坂、マイナス16.3度、2012年2月19日、水穂、マイナス15.2度、 2012年2月19日、6日市、マイナス13.4度、1981年2月28日、などでは、氷点下接し15度程度まで冷え込んだことがある。西部の津和野町、吉川町を除いて全域が豪雪地帯に指定されており、標高の高い地域では1メートル程度の積雪に達する年もある。夏の夜は涼しく、熱帯夜となることは、ほとんどない。 県下には八市、五郡、十町一村がある。島根県では、町は川本町のみ、町で、それ以外は、すべて、町、村は、村と読む。旧伊豆国の区域、ただし、伊豆市の一部、伊南町の一部は、旧岩見国。旧岩見国の区域、ただし、大田市の一部は、旧伊豆国。 旧沖国の区域、衆議院の小選挙区が2、参議院では、島根県選挙区として全県で1区を構成していたが、2016年の第24回参議院、議員通常選挙より、鳥取県選挙区と合区され、鳥取県と共に1区を構成する合同選挙区が創設された。全国的な流れと同様に、島根県においても農業の衰退が進んでおり、 島根県の総農家数、高地面積、農業生産額も年々低下している。農業生産額の割合では、米が全生産額の34.1%で最も多く、野菜が15.9%、乳用牛が12.1%、肉用牛が11.2%を占めている。特産品としては、米、ぶどう、西条柿、牛肉、メロンなどがある。 日本海に面しており、漁業が盛んに行われており、総漁獲量、2011年は15万3000トンで、中国、四国地方で最も漁獲量の多い県である。2010年の調査では、ベニズワイガニの漁獲量が5163トンで、全国1位。ブリ類の漁獲量が1万7963トンと、全国1位。 アジ類の漁獲量が33,432トンで全国2位を誇っている。また、新宿などで取れるシジミは2014年、平成26年には3,622トンで4年ぶりに日本一の漁獲港となった。島根県は建設事業者数は4,657社で全事業者数の約12%。 従業員数でも32,723人と全産業の従業員数の約11%を占めている。全国では建設業の全産業に占める事業所数は9.7%、従業員数は6.9%となっており、全国と比べても島根県でも建設業が占める割合が大きくなっている。特に公共工事の比率は66.94%と、 高知県に次いで全国2位と高く建設業において公共事業が大きな役割を担っている。しかし近年の国や県、市町村の財政難などから公共事業は減少しており、建設業を取り巻く環境は厳しくなっている。島根県の製造品出荷額等は9、840億円、2010年であり、鉄鋼が1、578億円。 2010年と最も高い割合を占めている。江戸時代から明治時代にかけてたたら製鉄が栄え、古くからの鉄鋼技術を背景に、島根県では鉄鋼産業が盛んに行われており、日立金属や東洋製鉄、NTN 鋳造など鉄鋼関連の企業が多数集積している。このか、情報通信機械が1、565億円、電子部品、デバイスが 295円と続いていてる情報通信機械の分野では、出雲市に本社を置く、島根富士通が、ノートパソコンの生産拠点を構えており、出雲市の本社工場では、年間200万台のノートパソコンが生産されている。製造業出荷額等は2010年の統計データでは、島根富士通や島根島津、出雲村田製作所などが、本社、 工場を構える氷川町、当時が2、634億円と県内の市町村でトップとなっている。なお、氷川町は2011年に出雲市と合併しており、2010年現在の統計では出雲市が3、818億円が製造業出荷額等でトップとなっている。島根県の工事業の年間商品販売額は1999年の 約8、463億4、700万円、事業所数は1994年の1万2018、事業所、従業員数は2002年の5万546人を、ピークにそれぞれ年々減少傾向にある。2009年現在では、年間商品販売額は、約7317億5、300万円事業所数は8952、事業所、 従業員数は45,628人となっている。百貨店、日本百貨店協会に加入している店舗は、松江市にある市畑百貨店の一箇所のみである。ただし、市畑百貨店や広島県の福屋などの百貨店が小型店舗を展開している。大型スーパーでは、イオン市会社のイオンリテール、広島県の泉などが、島根県内で総合スーパー。 gms や、ショッピングセンターなどを展開している。出店が進む一方で、競争が激化し2000年代にはマイカル、現、イオンリテールの浜田サティ、現在の夢マート、浜田や出雲サティ、ジャスコ、現、イオンリテールの浜田店、現在は、トライアが出店や平田店、現在は、ショッピングセンタービバが出店などが閉店している。 島根県の観光入り込み客の別数は年間三十三十五八千人、二千十五年となっている。観光入り込み客の別数変動の要因は、尾道松江線の全線開通や松江城が国宝に指定されたこととなっている。市町村別の上位では、出雲市が千二百四十九万五千四百八十九人と最も多く、次いで松江市が十零六一。 918人、浜田市が1、825、247人となっている。観光施設では、出雲大社が607万6000人と最も多くの観光客を集めている。県外からの観光客入り込み割合は、広島県が22.9%、近畿が18.7%、関東が13.1%となっている。 中国地方4県の合計では、県外観光客入り込み客数全体の5割近くを占める。島根県の観光客による観光消費額は1、367億円、平成27年度と推定されており、観光消費額が県内に及ぼす経済波及効果は1、634億億円と推定されている。 島根県警察本部の管轄にある。2005年、平成17年4月1日に再編が行われ、以下の12警察署が置かれている。第8管区海上法案本部の管轄にある。島根県に事業拠点を置く路線バス事業者。山陰地方には、案、テレビ朝日系列局及び TXN、テレビ東京系列局がない。テレビ朝日系に関しては、 キー局のテレビ朝日が松江市局を島根県の取材拠点として設置。なお、松田市を除く県西部については広島ホームテレビ及び松田市については山口朝日放送が取材担当している。島根県は平地が少なく起伏に富んだ地形の地域が多い。そのためテレビやラジオの受信環境は必ずしも安定しているとは言えない。また、 朝鮮半島に近いこともあって韓国などのテレビ電波との渾身も少なくなかったが、地上デジタルテレビ放送の開始とともに解消されつつ、ある、を参照、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。